皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。高橋みともでございます。この動画はですね、ちょっとあることを受けてのちょっと緊急動画になります。で、その動画っていうのはですね、今日ちょっとツイッターとか多分ヤフーニュースにもなってるとは思いますが、最近なんか宅配業者とかの人になんかコロナウイルスかかってないのに、いやコロナウイルスの菌運ぶなって言って冷たい人がなんか一部いるという、ニュースが今日載ってあったんですね。それを聞いてウプニシさん的な先生動画になります。先生、私たちって私はコロナウイルスであっても笑顔ですることを誓います。先生動画です。皆さんもこういう動画を作って先生動画みたくつないでほしいなと思って今回、作りました。これ多分 YouTube 上なんかあれですが、一応誰かに回したいと思う。回そうかな。多分ツイッターで回す、次はこの人に話せますか。それで、この形で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。